東光鶴ヶ谷店の跡地。外されているが、商標の跡が見られる。解体作業中の東光鶴ヶ谷店、跡地ビル解体後のさら地となった東光鶴ヶ谷店、跡地東光チェーンは、かつて、宮城県仙台市を中心に展開していた、スーパーチェーンである。1957年に、東一番町に、丸三が、丸三食品センターを設立して、 食料品などの販売を行ったのが始まりである。1958年7月に東一番町の東と丸三つの光を取って投稿に名称変更し、同じ丸三つの関連企業が保有する仙台駅前の第一ビル、一内に開いた第一ビル店を開業した後、1963年6月にはセルフサービス方式に切り替えるとともに社名を投稿と改め、 1964年4月に長町店を開設したことで、複数店舗からなるチェーン店への第一歩を踏み出し、当時 SSDS と呼ばれていた総合スーパーチェーンの展開を目指した。1966年12月に北仙台店を開設して、仙台市内の主要3駅周辺への展開を実現し、1967年12月に、 仙台駅前の青葉通沿いに東5番町店。1968年7月に連邦工事に連邦店と仙台市内でチェーン展開を進め、1969年8月には塩釜市新富町に塩釜店を開設して市外へも進出するなど仙台周辺でのチェーン展開を進める。総合スーパーの業態に進出したのと同じ1963年に、 長崎や仙台店が進出していたものの、当初は全国チェーンの総合スーパーの進出は他になかったため、前世紀には遠藤チェーンとともに仙台証券の一翼を担い、後の期間店である鶴ヶ谷店なども出店した。しかし1975年に入ると、ジャスコと大平を皮切りに全国チェーンの進出が始まり、1988年には仙台市泉区に、 大栄泉店が1992年には伊東洋華道泉大泉店がそれぞれ進出するなど郊外への全国チェーンの進出が始まり競争が激化。これに地場資本のライバルだった遠藤チェーンが1991年2月に声優と業務提携し囲碁システムの切り替えや仕入れ先の見直し。 さらには、負債算点の閉鎖や改装などのリストラによる、さらなる競争激化により、採算が悪化。1995年6月30日に、有利子負債、約25.7億円を抱えて、仙台地方裁判所に自己破産を申請し倒産した。最後まで営業していた店舗は、鶴ヶ谷店と長町店の2店のみだった。チェーン本部は、 仙台市宮城の鶴ヶ谷にの蜂にあった。前世紀にはテレビ CM も放映され、BGM には閉店前の時間帯などに店内放送でも流れていたオリジナルの CM ソングの他、マルタ島の砂も使われていた。ありがとうございます。